どうもグリズンです。それでは今回もやっていきましょう。今回はアビーを操作する感じですね。4年前、パパ、坂の城の身に何があったのか、これでわかるはずです。どうしてジョエルにね、あんなことしてしまったのか。ヒント、ヒントって押したけど別に何も、ねえパパってば、表示されないけど、もういい加減にしてよ。なんか見えるな。なんか建物ありますね。こっちか。パパ、どこにいるの？あれ？違うか。でもこの漢字、動物園？なんか持ってる？簿記とか。あれ、何も表示されないな。ネズミがいる。びっくり。瓶。ライトも持ってないんだね、懐中電灯。特に何もないですね、ここは。動物園イルミネーションフェスティバル。20年前に生まれてればな。2013年。今なら2枚目半額。あれ、でも行けるとこはさ、ここしかなくない？ここ行けるかな？ダメですね。もうずっと瓶持ってるけど。ああ、こっち側に入るのかな？そうっぽいですね。なるほどね、これを使うのか。やったね。で、これを使うのか。うわ、1978年。しまう。こっちはいけない。あ、この上に行くのかな。この建物の上。さてと。お父さんはどこだろうね。上出来。この下もなんか、まあでも多分閉まってるんでしょうね。あれ、ちょっと待ってね。ちょっと一回降りますね。この建物自体は、あ、ここもトイレ、女子トイレですね。で、ここは多分閉まってるんですよね。こっちだ。パパ。僕はあれだと思ってましたね。病院の中で、まあ職員としてお父さんが働いてて、で、ジュエルに殺されたのかなと思ったんですが、
なんか違うっぽいですね。やばい。あ、一応銃持ってるね。アビ。お前泥だらけになってるぞ。パパもね。え？ほらそこ。あのね、パパがいなくなるたびに私が怒られるんだよ。またまた。みんなパパのこと心配してるの。ここは安全だよ。パパ。アビ、この森のすぐ先にあの子がいるんだよ。だから。じきにお産なんだ。様子を確認したら戻るよ。約束する。ならさっさと済ませよ。ほーら、可愛い娘の護衛付きだ。なんかいい感じのお父さんですね。どうしてここに？オーエンがバラしたんだろう。責めないであげて。どうやって聞き出した？別に、普通に聞いただけ。ねえ、これ見て。おい、すごいな。1978年。それはまだ持ってないな。あげるよ。もう二度とこんなことしないって約束するならね。よし、約束だ。信用できない。破ったことあったっけ？ほら、捜索再開。パパ。急かさなくても。すぐに応援に会えるよ。今なんて？別に。ただ、よく一緒にいるなと思ってね。最近特に。もうやめてよ。いつから気づいてたの？いや、父親だぞ。何でも知ってる。なんか可愛いらしいですね、この。目を合わせないようにしてることだね。かしこまっちゃって。これクジラかな。この話やめ。それに笑いが絶えない。だって、あいつ本当バカだし。おかげでパパにもすごく親切だよ。嫌われないよう顔色を伺って。もしかして、弱みにつけ込んでるの？アビー見ろ。痕跡だ。また。パパ、さりげなく追跡の練習させてない？まさか。効果あり？パパは見つけたよ。そうだけど、ズルしたろ。あらゆる手を使えって言ってなかった？へえ、ちゃんと聞いてたのか。たまにはいいこと言うよね。他にもないか探してみよう。なんかすごいいい関係ですよね、この二人は。トラックがある。何かあったかい？まだ。続けて。あ、見つけないといけないの？こんなのあった？さっき。ねえパパ、なんかあったよ。大変だ。もうお産したのか。ほら、二頭の足跡だ。大きいの、ちっちゃいのか。行こう。なんかヤバそうだね。ああ、苦しんでる。アビー、ほら。パパ待って、感染者がいるかも。ここにはいない。迷い込んでたら。銃は持ってきた。もちろん。弾の弾数が表示されないですね。無限なのかな。あくそ。アビ、え、うわあ、針金を切らなきゃ。かわいそうに。大丈夫、怖くないよ。ほーら、傷つけたりしない。いいだよ。
そ、食い込んでるな。よし、アビー、痛い痛い。ほら、押さえてるから。わかった。よし、暴れないで。先生、先生、いるんですか。応援、ここだ。は？君も一緒に押さえてくれ。今すぐに戻る。応援、押さえて。早く。後ろ通るぞ。よし、掴んだか。あ、はい。よし、いいぞアビ。慎重に。もうちょっと。よし。何なんだよ。みんな探してるんです。今すぐ。ちょっと先生。パパ。どうかしたの？おい。みんなよくやったな。あの子が見つかりました。どの子だ？マーリンの話してた子です。トンネルで見つけて、腕に古い髪跡があるのに感染はしていません。ありえない。もう検査を始めてますが、先生がいないと。パパ、行こう。あれ、もしかして言えない。ボート同化してる。選択肢がない。何か方法があるでしょう。サンプルの採取は宿主を破壊してしまうんだ。宿主？あの子は人間、実験道具じゃないのよ。私だってどういうことかは理解している。なのに殺しても平気なの？そうじゃない。でも大勢の命を救うワクチンができる。もっと些細なことで死んだ奴もいるだろう。全て望んだしよ。これは相談、それとも単なる報告？君の同意が欲しいんだよ。これがアビーだったら。これまでの私たちの大義や多くの犠牲、おぞましい行いのすべてが報われることになるんだぞ。これが自分の娘でも同じことが言える？アビ、夕飯持ってきた。どうもありがとう。なあマリン。やって。ありがとう。ジョエルに言わなくちゃ。なぜだ？あの子と国を横断してきたのよ。知る権利がある。成功を祈ってるわ。パパは間違ってない。これが私でも。パパに手術してほしい。ああ、こっからも自分で操作するのか。重いな。あの手術室にいた人がそうだったんだね。アビのお父さんだったんだ。
でも僕はあれなんですよね、どうにか、だってあの部屋にいた人たちって無防備だったし罪ないと思うんでね、どうにかこう足を狙ったのかな、その時。でもダメでしたね。そんな、やつはまだここにいるのか。アビ、アビ、目だ。パパ、パパ、パパ、いや、嘘。後始末だ。待てよ、狙いは奴だけだろ。こいつら生かしといたら危険だろ。ああそうかい。そうよ、証人は残せない。殺せば俺たちも奴と同類だ。こいつらが何かしたか。ああ俺の顔見ろよ。ちゃんと2階で見張ってりゃその可愛い顔も無事だったろうな。どけよ、下がれ。やめて。何のか。下がれって言ってんじゃん。もうやめたい。そうだ、撃ってみろよ。やめな。もう終わったの。アビ、おい、落ち着けて。お前大丈夫か？平気。何？ずいぶん探し回ったぜ。招集だ。アイザックが基地に来いってよ。は？冗談でしょ。マジだ。ほら急げ。今行くわけ。ああ。ダマノス。わかった。行こうって意味ですね。スペイン語かな。な、首痛なあ、昨夜は部屋ありがとな。ああ、今度は誰？例の調理場の子？いや、お天気姉ちゃん。山からご帰還。ああ、科学者の。やる？それが、仕事大好き人間でさ。ペラペラ嵐の話ばっか。ずっとだぜ。で、よかったの？ああ、抜群。思い残すことはないね。だろうね。あの子で手を打ったら。そう思ったんだけどよ。プレイボーイですね、こいつ。今度はアビーを操作するのか。1日目からあれかな、エリーと出会うまで。どうも。かわいい。ちっちゃい。あの子も。悪いけど、ノーコメント。最低。一人で行くのか、この先は。ちょっと親父と話してくれ。飯取ってこい。うん、わかった。コンピカンってのやつ、頼むぜ。わがまま言わない。コンピカンテ、辛いやつってことかな。ピカンテって辛いって意味だったような気がするな。ここは下げるところか。すごい人だね。ひってアビ無視かよ。え、ああ、あいつだ。ごめん、冗談、気づかなかった。お前もセレベナに来んのか。マニーと基地に招集された。
セレベナで何すんの？ホテルと学校の撤収作業、物資回収して全員基地に戻れって。マジで？あんだけ苦労したってのに今さら退却かよ。まだわかんないでしょ。ま、リアがテレビ局から戻ってこられっか。その通りね。行かなきゃ、生き抜く力を。そして安らかな死を。すんげえマッチョですよね、アビ。いい腕してる。ナイフはちゃんと研いでるんだろうな。なんで研いでる？機械か？それともフィルはきつく巻いた方がいいぞ。なんだか拘束してるみたいじゃない？今日のメニューは？またブリトー。そっか、いいじゃんブリトー。アビー好きですよ。何してんだな。あテネマスプリサドメートルブリロス。ちゃんと並んでよ。何ふざけんなよ。ちょっとちゃんと列で待ってねえのかよ。基地に行くんだよ。いいだろ。マジで恥ずかしい。いい子多いし戻しなよ。絶対切れんなよ。メルも連れてく。何メル、バックパックは部屋か。あんたどういうつもり。お前らのこと心配してんだよ。正直うんざりだしね。私が来るって知ってんの？もちろん。平気って言ってた。ああ今の嘘くさいんだけど。黙ったんだよ。ほら気にしすぎになって気まずい気分にさせて楽しんでんでしょ。あのな、歩み寄るきっかけ作ってやってんだろ。ジャクソンの後ほとんど口聞いてないんだよ。今さら全部水に流せっての。そうじゃないけど。この人登り方なんか変だな。ジョエルを恨んでたくせに。一段飛びか。あいつは俺らとは違う。あんなことしたのは初めてだろ。あのね、何度もスカー殺してるでしょ。ジョエルの時とは違う。俺らは兵士だけど、あいつは医者だ。なあアビー、仲間だろ。俺のためにも頼むよ。努力する。そうこなくっちゃな。ゴミ今どうした？あれ椅子の下に投げた、もしかして。203号室支度しろ。メル呼んでくる。うん。仲良くね。うるさ。うわーすごい。え、ここアビーの部屋？めっちゃいいとこじゃん。なにこれ、ブラ。科学者ね。あ、さっきのやつの部屋？科学者のブラジャー。うわ、後でいいか。あーすごいね。ここを拠点にしてるんだね。もしもし、いけるか。うん、お待たせ。メル、どうも。任務に出ていいって言われたの？ギリギリ。言えば残れるでしょ。そうだけど、じっとしてるのは嫌だし。オーエンはいいって。なんで彼が決めるの？アリス拾っていかなきゃ。今のは不合格。うん。あ、こっから外に出るんだね。でも行かない方がいいでしょう。まあ今更だけどさ。もうな
何の呼び出しだ。いつもの当番だから平気。なあ、戻ったら親父の様子見てくれるか。なんていうか調子が悪そうで。悪そうって？手首に激痛が走るって言っててよ。スプーン持つのもやっとだ。鎮痛剤持っていけるかも。オーウェンと96に移されたんだって。ええ、そう。いいとこや。若い家族も多いし。赤ちゃんのこと楽しみ？子供たちを見てると、そうね、ワクワクする。赤ん坊の泣き声ね。オーウェン平気なのか？まだ戻ってきてないの。ダニーと任務に出ていて。ダニー？うわ、かわいそう。ええ。わあ、ワンちゃんがいっぱい。中で遊んでるよ。どう？アビー、アリス連れてきて。アリス？アリス、おいで。アリスって犬だったの？おてんばさん。ほんと、お前かわいいな。あんたの唯一の理解者。シリッとすんなって。アリス、トラック乗りたい？よし、行こっか。元気ベア。わかった、今回は特別ね。僕の周りにもいるんですよ。僕のとこまでね、ボールも持ってきて、ほら行って、で投げるとね、それを取ってまた戻ってくる。ずっとその繰り返しなんですけどね。楽しそうなんですよね、いつも。ワンワン、向こう側やったらどうなるんだ。ほら。ごめんね、許して。クーンって泣くのかな。ごめん。ごめんね、いたずらしちゃった。いやー、すごいなーこれ。あー、いたよ、この女ったらし。何しに来てるの？サッカーボールから。本当、孤独な役回りね。気に入ってるっぽいぜ。石雲のこと聞いてみろよ。戦う必要がないのは羨ましいな。ああ、戦うのが嫌ならね。私は戦わないで家族と過ごしたい。スカー殺しが恋しくなるぜ。ありえない、俺には耐えらんねえ。アービーじゃない。元気？安らかに眠れ。パット。よ。パット、いつものお願い。ほらよ。東です。どのトラック？S24 だな。アサルト？いただくぜ。サインしとけ。ペンデージョ。どうも。生き抜く力を。ペンデージョってどういう意味だ。そして安らかな死を。あ、ここ、これ弾作るやつだよね。ここでいろいろいじってるんですね。ほら、おいで。いい子ね。会いたかった。シェパード、子供の頃にね、噛まれたことあって、そっからちょっとシェパードが怖いんですよね。まあ何度かね、多分動画でも話してると思うんですけど、グラシアス。グラシアスは皆さんも知ってると思います。ありがとうっていうんですね。すごいな、外も。ちゃんと眠れてるの？あんまり。薬局から薬もらってこようか。うん、平気。遠慮しないで。あー、すごいな。消耗すれば寝られるし。
任務を追加で受けてんだ。応援もそう。何それ。別に、エリーがいた町よりもすごいんじゃないですか、ここ。ヨーマニー、行き先はニクだ。 S24 ニクへ向かう。生き抜く力を。安らかな死を。不可情がやられた。だね。取り戻す予定がないの。アイザックが後回しだって。鮭も十分釣れてるし。応援もそうって何だ。ああ、もう2週間会ってないの。活気のある任務を受け続けてる。あの人あなたに何か言ってなかった。あいつとはこの前食堂で見かけたけど、お互い避けたんだ。ジャクソンのことならきっとショックだったでしょ。スカープ今ぶっ殺したんだよ。距離を詰めろ。怪物が多くて。安全か確認するよ。うん、はい。ということでね、今回この辺にしようかなと思います。あれですかね、アビー4日目だっけ、5日目まで操作するんでしょうかね。どうなんだろう。なんか複雑ですまあでも やっていかないとね。楽しみましょう。はい、ということでお疲れ様でした。またよかったら見てください。バイバイ。